中ベリンガムここにエンバペ来るらしいですよ、このチーム。もうダメだ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 。終わりだ。終わりです。終わりだ。うん、だって。 魔王を倒せる数少ない勇者が魔王がきました <laughs> そんな願いに聞いてねえよマジでサッカー会が終わりですこれは終わりだ恐ろしいですね恐ろしいですねこれで、ね、どうせタイトル取った後にウェ、うん、ルカムトゥーレアマドリードやるんでしょうやりますよ <laughs> さあ恐ろしいねほんでな<え>クロースもお疲れさんやでとお疲れさんですね ウィッサー321です。あえ、バペとデイビスも楽しみです。デイビスも来んですかついでにえ、マドリーはさ、気になるんだけどさ、誰と戦いたいのマジで。エンバペとさ、CL 取ったスカットにエンバペとデイビス入れてさ、誰と戦うつもりなのもう。もうエンドコンテンツのその先にそうよ。いないよ、この世界に裏ボス。あなたが裏ボスよ、マジで。 どうなっちゃうと裏ボスばっか強くなって。え、なんか NASA とかと組んでるよ。NASA と共同開発じゃなんか、あんのこれ。宇宙と戦いに行くか。なあ、もう地球でやれることないってお前ら。ええと。ええと、ス320円で済むと思ます。あれです。リアルマドリードがマンチスタイナイテドならここで追いつかれますかこち逆。違うんだよな。だよな。それはな。圧倒的なあれがあるからな。もう、バルサに託しましょう。 そうですね、俺はね、来季はね、ちょっとフリックバルサ頑張れって思いながら、<笑><笑>えー、バルサに託しますもん、本当に、われわれの希望は。<ー>えー、青いに朝さ350円スープでございます。えー、このチームにエンバペクールの、すでに金棒を持ってる鬼に金棒を,を持ってる鬼も一体ぱ来た。確かに、誰に勝てねえって、金棒レベルじゃないもんな、鬼に金棒を渡したレベルじゃないもんな、これな。 本気マドリー負けたのはアトレティコに2回だけって地味にすごいことしてるああそうまあすっげーと逆にアトレティコはすごいねなんかダービーの意地見せてるね竹林さん200円迫っちゃってますあらすいつもグループスイッチの変なところで取りこぼすのに無敗優勝なの違和感しかないあ無敗なんだ今年あーグループどこだやつだっけライプツヒとかだああそこなんじゃい,いやライプツヒってあれじゃないラウンド十六じゃない、えー、マドリーのグループ誰いたんだっけ こうってね、ドネツクとかいたんじゃない、シャフタールドネツクとか。ナポリか。ナポリ。シャフタールドネツクは、まあ。いつも付き添いでいますよね、マドリー。ああ、プラヒムティアスがすんげえ盛り上がった。<ー><ー>ナポリとか、あ、ウニヨン、ベルリン。ええ。来季、マドリープラス、エンバペとかいうチートクラブできるのやばい。いや、もう本当に、俺ね、マジで、あの、リーガーチャンネルじゃなくて、よかったと思うんで。<laughs> でもう、リーガのクラブ、おっしゃなくてよかったか。ラリーガは。もう、来季、うん。 核役でしょ、うん、どうなんだったら意外と見てみたいけどね。何が沼る。ヌルごっちゃになるんじゃない。ベリンガムの、ビニシウスだの,の、エンペだの。さすがにないでしょ、<laughs> もう。<ご>暴力だもんな、マジで。ごっちゃになって、なんかあんまかみたいな。<laughs> ねえかねえよ強すぎるもん,、うん。強すぎるもんだって。試乗価格いくらだよ、3人でって。恐ろしいことになるもんね。500億ぐらいあるだろう。 いやもう怖いわ、マジで。100<億>超えるんじゃないいや、だろうね。うん、プラスだって180億ぐらい入ってくる。そう,そう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 。<laughs> で、バドリー移籍したら、いよいよさらに市場価がわかんのかなから。夢の200億。いや、あるんじゃない？それこそシールとか取ったら。ねえ。いや、年齢がわかんないか。でも年齢も25か。シール取ったとき何歳になってんの ?26 とかワンチャンある。たぶん、シール取ってるときは6かな。で、シール取ったとき、 エンバペは上がんないかもしれないけどベリンダムがいってるかもしれないああ確かにまああいつまだ20とかそこらへんだもんなそう恐ろしいなれみまうんギュレルもいるしあ、ギュレルのパフォーマンスこれじゃなかったっすよこれじゃなかったこれだったなんかエンベレルに手当ててたからこうやってやるみたいなこゃいう仕組みやりたし新茶ですよ320円すべてやます 間取り、エイリア学園とかでも戦うきたのかなって。本当よ、ななんか、なんか、あんじゃな、なさと、なさから、なんか、話聞いてるんじゃない、本当に。<laughs> ギリエリア学園に勝つそうだな。ね、ギリ、ギリ、ギリか。ギリ勝つ。最後、ホセルが流し込んで勝つ。最後、ホセールホセルが流し込んで勝つんじゃない、マジで。<laughs> ホセルかっこ染めようかな。<laughs> <laughs> <laughs> そして、バペ対談なんていうニュースもありましたね。いやー、良い,いよね。いよいよもう、契約延長しないで、本人の口から。そうですよ、来ましたからね、ついに。サルん。と。と。メルシーと一言ね。メルシーと,とマジやべえだろ、あのマドリーにバペ来たら、どうなっちまうんだよ。いや、もう本当にさ、あのー、マドリーリスタ以外のリーガサポがかわいそうやね。でも,も本当に毎回思う、<laughs> 俺は。あれに戦わなきゃいけないでしょ。いや、でもちょっとさすがにネームバリュー強すぎて、 意外と持たない説。いやいや、3連覇した時は眠り見てくださいよ。<laughs> あれはほら、なんか、うん、バランスよかった。いや、えぐいな。うん。いや、ほんとに、あのね。<laughs> なんだほ <laughs> あ,あの、うん、我々はですね、あの、もうハーランドで懲りてるんですよ。あの、外来種を <laughs> <laughs> 上陸させないといけないと。<laughs> ドーバー海峡渡らせたと、マジで。外来種マジでやばいからね。ね。驚異的だからね、ほんと。だからマジで、もうほんとに、あの、 じチーム以外のプレミアに来るぐらいやったらマジでマドリーでいいよな。いやね、まあ、お似合いですよ。お似合いです、本当に。マジでもう、見たくもありません、マジで。えーと、タコネさん320円すべてでございます。あらそろそろエンバペで騒げる日々が来そうですね。なんか、バペさん。ガチなんすかお、ちょっと待ってください。おそこは通らんか。うん。バペさん、まあ、まだロマンの最近つられてましたね、さっき。 うん、まだ、その、正式なことはないよって。ただ、わ、わからんよ、みたいな。いや <Yeah. S 2> 正式な署名はないよっていう。この。いや、つかさ、ラリーガ勢はマドリーにバペが来ることをどう思ってんだろうな、っていう。<laughs> もう終わりだよ終わりだよ <laughs> <laughs> 冗談じゃないよっていう。シティにハーランが来たぐらいの感じでしょ、って。いやー、まさしくもう,もう。もうやめてくれよっていう。ただでさえ鬼いかつくて強いのに、みたいな。いもう別にいなくても強いしなおあ,あうーん。 意外と不協和音になったりするんじゃねえ説。銀河系ですね、マジでね。マジでやべえだろ、本当に。うんうん、ベリンガムと、バッペ、ビニシウス、とうと、ん、う。一方でバルサがマジで金なくてやばいって話もあるじゃん。もう本当にあの借金返済とかに当てなきゃいけないから、夏ほとんどお金使えない割に主力放逸しなきゃいけないみたいな。本当それ。っていう話も結構バルサ方面から上がってますよね。どこまで信憑されるか分かんないけど。 レバーがあるんじゃないのいやレバーがちょっともうさすがにそう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 ライバルはジローナになってくるのかでもジローナももちろん今いるメンバーはだいぶ抜かれるんじゃないお